お母様が好きな曲をよく車の後部座席に座って聴いていたそうです。幼い頃からいつか結婚式の日、この歌をお母さんに歌って送りたいと遥香さんは密かに願っていたそうです。今からお姉様にはピアノ演奏を、小一郎さんもお手伝いで譜面をめくってくださるそうなんですが、実はですね、遥香さん、おじい様をはじめご家族がこの歌のシーンのためにということで内緒で映像のプレゼントを用意してくださったそうで、こちらを上映させていただきつつ皆様にお聞きいただきたいと思います。それでは大好きなお母様にご家族に思いを込めて聴いていただき、そして歌っていただきます。それではどうぞ皆様あちらのスクリーンをご覧ください。Oh.